艦載機から飛んだ米軍の飛行機が根室の市街の7割を爆弾、ロケット弾、グラマン機が来て、もう全部投下していったんですね。でも一瞬のうちに根室の町が火の海になりました。柳森がありますけどね、ちょうど姉が臨月だったんです。それで今度このおむつがね、8月出産するんで、おむつが入ってる柳織が後でこれ加えました。でこの氷は父がね背負って、そしてもう13キロくらいある田舎まで全部家族で歩いて行った時の情景なんです。岡部君さんが投稿しましたっていうこと書いてありますけど、これ私だけのこれ、好きなんです。あ、そうですか。いろんな人が出すでしょうけどね、ちょうど私が投稿した時はね、これ11号に私だけが載ったんですね、こういうの、これがきっかけで布をね、やる、この状況をね、こう読んでるうちにね、もうその赤い炎とね、防空頭巾、子供を送ってる、年取った母親を連れてる、まだ学校へ、女学校に行ってる妹たちを連れてくっていう、その情景がこの赤いこの布絵の作品にね、仕上げた。そして好きなとこをね、絵になるとこだけを切るわけ。ね、だからね、たとえこんな小さいのでもみんな取ったるの。そう、あ、そうですよね。使うから、これこういうとこはちょっとね、あら赤と黄色混じっていいとこちょっとね、使うかなと思う。これがこれでまた一つの 絵になるのよ。こういう色が入りたいなと思えば探すでしょ、そこを切り取ってここへね、立ってやってるのが楽でしょって言ってね、そして台をね、なんか古い台をくれたんですね、そうやって直してもらった。こんなふうにしていい日かけてました。こういうのをいくつか黄色とか青とか買って、そして混ぜながらね、これこの鍋一つとね、これと蓋、これで何十年もやってる。そして、この二つの鍋と千輪でこれだけの対策を生んでるんですね。そして混ぜながらね、素晴らしい、混ぜながらやるんですよ、色をね、最初染めて、それにもちょっと黄色足したり青足したり、ね、そして村染めのね、色をね、待ち針で一つずつこう留めて、そしてそれを今度それを今度かがっていかなきゃならないの、だから切れをね、置いてみるの一応、切ってはね、長く切ったり三角に切ったりしてね、置いて、合わせてみて、で切れをね、乗せて、そして風景になるかならないかはね、ここにかけて眺めるんですよ。そしてね、ね、奥行きがないとかさ、前の方がね、ちょっとあれだ。やっぱりね、遠くから見ないと絵ってね、わからないのね、そば行って見てはダメですね。あれですもんね、陰影がね、そう、パッチワークは平坦ですよね。だけど岡部さんの作品を見せていただいたら、どの絵にもちゃんとこう陰影と、なんか本当に画流ですか、そんなことはね。これ道庁の庭です。そうですよね、これ、ね、これ道庁の赤レンガ庁舎、ええ、ね、これはね、根室に入るっていう、ね、自分好き勝手な名前つけてますけど、鳥がね、眠らにか夕焼けで眠らに帰るっていう感じなんですね。太宰をご自分で、それで未だにこうやってね、竿を持ってるんですよって私にね言うの、そのおばあちゃんをね、これね、先祖さんにしたんです。やっぱりこれはもうセンスの問題、感覚の問題ですもんね、やっぱりこれだって染め布を使いましたね、ダイヤはね、そうですね、目地のものは使ってないと思うね、だいたい染め布、これもちゃんとね、紙かなんか貼ってますよね、これ、素晴らしいこれはどこにも出したことないです、こんなの見る人いないでしょう、いや、そんなことない。
でも思い出したくもないしね、こういうのをね、人にも言いたくもないし、自分の心の中に何十年もしまってましたけど、この頃死ぬ前を見るようになりまして、2回3回とどっか持ってっては展示してます。